トランプのジョーカーの一例ジョーカーは、トランプの中に含まれる特別なカードである。ババとも呼ばれる。通常のデッキには1から2枚のジョーカーがある。そのデザインは、トランプのメーカーによって異なるが、しばしば、ジェスターがデザインされている。また、英字の説明書が1枚付く場合もあり、これをジョーカーと同じ扱いとする場合もある。ジョーカーが2枚含まれる場合、 一枚のジョーカーはフルカラーで印刷され、もう一枚のジョーカーはエキストラジョーカーとして白黒等の色を抑えたカラーリングとなることが多い。他に一枚が赤いジョーカー、もう一枚が黒いジョーカーになっている場合もある。ジョーカーの間にもランクがあるゲームでは、色付きのジョーカーが白黒のジョーカーよりも上位に位置する。赤いジョーカーと黒いジョーカーがあるものでは、 赤いジョーカーがハートまたはダイヤ、黒いジョーカーがスペードまたはクラブの代用になる。トランプゲームにおけるジョーカーの役割は非常に多様である。多くのゲームではジョーカーを全く使用しないが、その他のゲームではジョーカーはそのゲームの中で最も重要なカードとなる。しばしばジョーカーはワイルドカードとなり、 既存のカードが存在する範囲でそのカードを再現することを許可する。ザ・ジョーカーズ・ワイルドという用語はこれが起源である。ジョーカーは有益なカードであるが時として有害なカードにもなる。ユーカーでは最高位の切り札としてしばしば用いられる。ポーカーではワイルドカードである。しかし子供たちのゲームであるババ抜きでは 孤独なメイドを再現するジョーカーは避けられるカードである。ジョーカーは、時々 U の上に S が置かれた記号で表されることがあるが、誤ってドル記号が起源であると思われている。これは、米国の大手カードメーカーである US プレイングカード社が、自社のカードのジョーカーに U と S を組み合わせた衣装を用いているものである。最古のジョーカー。 インペリアル・バウアーと記されているもともとジョーカーは19世紀後半のアメリカでユーカーが流行した時その最高位の切り札として追加されたユーカーでは切り札のジャックがライト・バウアー切り札と同じ色のジャックがレフト・バウアーと呼ばれて最も強い切り札であったがジョーカーは当初ベスト・バウアーという名前で3枚目の切り札のジャックとして 追加されたものである。このカードが後に、ジョーカーと呼ばれ、現在と同様の同化死の姿を持つようになった。ベストバウアーからジョーカーに変わった理由は、よくわかっていない。ゲーム名の、ユーカーから、ジョーカーが生じたという説もあるが、根拠に乏しい。ジョーカーはしばしばタロットの大アルカナに含まれる愚者と、比較される。愚者と、 ジョーカーにはその外観やプレイの機能において多くの類似点を持つ。愚者もしばしば最高位の切り札として用いられる。愚者がジョーカーの原型だとする説もあるが、現在では否定されている。日本の伝統的なカルタや花札の地方札にも、鬼札、幽霊札などと呼ばれる特殊なカードを含むものがある。四枚のジョーカージョーカーパイ、ありがとうございます。